ジャワ島中部にある旧世紀のヒンドゥー教寺院のプランバナン寺院、チャンディプランバナン、ジャワゴ、キャンドヒプラムボンネン、ニ。キャンディープラムボンネン、別名、ロロジョングラン寺院を中心とした遺跡群である。地区名であるプランバナンは、ジョグジャカルタ特別州の州とジョグジャカルタ市の東約 17km の中部ジャワ州との境界に位置する。ヒンドゥー教寺院と、 仏教寺院からなる、プランバナン寺院群は、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、登録されており、これらの寺院遺跡は、ジャワ語及び、インドネシア語で、チャンディとして知られる。その中心となる、プランバナン寺院は、インドネシア最大のヒンドゥー教寺院である。プランバナン寺院は、創造神ブラフマー、維持神、ビッシュヌ、破壊神。 芝の三大人を三神一体とするトリムルティに捧げられ、ヒンドゥー教建築における高いピラミッド状の戦闘と各指導による一大複合体の中にそびえ立つ高さ47メートルの中央の指導建築により特徴づけられる。プランバナン寺院寺院群の中で中心的構造物であるプランバナン寺院はコマタラム王国の時代に建立された。その後、 16世紀の大地震で多くが崩壊し、その存在はほとんど忘れ去られていたが、再発見の後、19世紀には、発掘が始まり、20世紀になると、遺跡の修復作業が開始された。このプランバナン寺院は、インドネシア最大級であり、仏教遺跡のボロブドゥル寺院とともに、ジャワ建築の最高作の一つとされる。創建シュワグルハヒブンプランバナン寺院は、 古代ジャワ最大のヒンドゥー教人であるが、創建の年代については、諸説あり一定していない。その着工は8世紀末まで遡るとする説があり、この説によれば、プランバナン院は、大乗仏教を奉ずるシャイレーンドラ朝のボロブドゥール寺院や、地理的に、プランバナン院に近い西寺院と、同時期に、ヒンドゥー教を奉ずるサンジャヤ王党により造営された、ことになり、 ボロブドゥールと、年代的に平行関係が成立する。後の時代とするものとしては、プランバナンジーンを完成したとされるオーバリトゥン、または、王、ダクサによって造営が開始されたという旧説がある。碑文によれば、当初の建造物は9世紀中頃に完成したと、されている。これは、シャイレエンドラ朝のサマラトゥンが王の王女、プラモーダワルダニーと婚姻関係を結んだ。 サンジャヤ王党の王ラカイ・ピカタンにより着工が始まったとする年代にあたる。この説によれば、835から856年が、その創建年代となる。国文資料の解釈により、おそらく、サンジャヤ王党は、第二大王、ラカイ・パナンカランの時代より、仏教のシャイレー・エンドラ朝の支配のもとにあったが、第六大王ピカタンの時代に、 中部ジャアワの支配権を回復したとされる。これによれば、巨大なヒンドゥー教寺院の建設は、マタラムオートが、シャイレンドラ朝勢力から自立したことを象徴する、記念物の意味を有することとなる。西暦856年のシワグル派碑文によると、この寺院はシ芝に捧げられ、当初はシワグル派または、シワラヤと称された。この碑文によれば、 プランバナン寺院付近の川の流路を変える工事が、寺院の建設のうちに着手された。オッパック川として知られる、この川は、今日、プランバナン寺院の西側を南北に流れるが、かつての川は、より東の寺園内を流れていたものと考えられる。この造成において、プランバナン寺院の外壁の南北軸に流れる川は、せき止められ、かつての川の流路は、 寺院拡張による広い敷地を設けるために埋め、鳴らされて、後に小指導のブルワラが並ぶ寺園となった。拡充プランバナン寺院の主指導中央の性質に安置される、芝像は王ピカタンの肖像であるとされ、王の遺骨が台座の9メートル下に収められたと言われるほか、像は王バリトゥンをかたどるもので、王の死後。 自身を深刻化する肖像としての役割を果たしたと申される。寺園は、オーダ田草や、トゥロドンなど、歴代のマタラム王により拡張され、主要な指導の周囲に何百規もの小指導が追加された。そびえ立つ中央の主指導は高さ47メートルであり、広大な周壁に囲まれる240基の構造物からなる寺院複合体において、トリムルティの芝指導は、当時、 最も高く壮大なものであった。プランバナン寺院は、マタラム王国の王室寺院としての役割を果たし、宗教儀式や、区議のほとんどはここで行われた。王国の最盛期には、寺院の外壁内に何百人ものバラモンが弟子と共に、住んでいたと推定されている。コマタラム王国の都の位置は不明であるが、都の中心地及び、マタラムの王宮は、 およそ9平原あたりであったと考えられており、平野部に突き出たラトボコの丘に残る、母校遺跡が、9世紀後半頃の王宮の後であると、される。後輩やさぎりのブランバナン寺院10世紀前半の928の929年頃に、とは、イーシャーナ王朝を創設した、ムプシンドにより東ジャワに移された。その遷都の理由には、諸説あるが、 中部ジャワのプランバナンの北に位置する村ピサンの噴火や宗教的対立などにより当選に及んだものと考えられている。それによりプランバナン寺院軍の衰退がもたらされ寺院はやがて見捨てられ荒廃していった。寺院軍は1600年頃の大地震により崩壊した。寺院はもはや崇拝における中心的幼地ではなかったが一体に点在する意向が なおも認められ、後世の地元のジャワ人に知られていた。その意向や彫像は、ロロ・ジョン・グラン伝説の主題や発想の源となった。周囲のジャワの村民は、正式に再発見される以前より、寺院の意向について知っていたが、それらがいつの王朝の支配期のものか、いずれの王が、その記念碑的建造を命じたかなどの、歴史的背景については認識していなかった。 それにより地元の住人は、大男と呪われた王女の神話を取り入れて、寺院の優勝を説く物語や伝説を創作し、プランバナン寺院及びセウ寺院に、見事な優勝を与えた。その王女、ロロージョングランの伝説によると、これらの寺院は、バンドゥン・ボンドウソの下、多くの精霊により、人世のうちに建造されたと言われる。再発見再発見されたプランバナン寺院の、 移行プランバナン寺院の存在は、1733年、オランダ東インド会社の論数により初めて報告された。1755年のマタラム王国分割の後、寺院の移行とオパック側は、ジョグジャカルタとスラカルタの王家の教育を確定するために用いられ、ジョグジャカルタと中部ジャワ間の現在の教会として選定された。プランバナン寺院は、 19世紀初頭に国際的に注目されるようになった。1811年、短いオランダ領東インドのイギリスの占領時代に、スタンフォード・ラッフルズの下調査員であったコリン・マッケンジーがたまたま寺院に行き当たった。ついでラッフルズは遺跡の全面調査を命じている。その後、ラッフルズは、ジャワ市において、それらは、 石材が崩れた塊からなる大きな塚のように見え、多量の様々な種類の樹木や草で覆われている。現在の荒廃した状態において、これらの尊い建物の正確な計画図あるいは元の配置とか大きさ、また数や形を得ることは非常に困難であると記している。それらは数十年にわたって放置されたままであった。オランダ人居住者は装飾品として、 彫刻を持つ去り、また、土地の住人らは、建設資材にその礎石を使用していた。1885年より、アイゼルマンが考古学的調査を開始したが、その緩満な発掘により略奪を容易にした。修復をバック側と、芝指導修復後のブランバナン G20 世紀になって、ファン・エルプ・ヤド・ハーンらによる研究がなされた。1918年に、 オランダ植民地政府は芝市道の修復に着手し、1930年には総応の修復が開始され、1937年よりオランダ領東インド広告局の下で着工された本格的な修復工事は、その後、大東亜戦争による1943から1945年の日本の軍政期を経て継続された。中央の芝市道の修復は、 インドネシアが独立し、スカルの大統領就任後の1953年になって完成した。元の石積みの多くは盗まれ、遠方の建築地で再利用されていたことから、修復はかなり妨げられた。インドネシア政府は、寺院複合体の規模を考慮し、元の石積みの少なくとも75%が利用できる場合のみ寺院遺跡を再行するという決定をした。 政府により、1977から1987年に、ブラフマー指導が修復され、1982から1991年に、ビシュヌ指導が修復された。その後、1991から1993年に、かけて、バーハナのナンディ指導、ガルーダ指導、ハンサ指導が修復された。修復の取り組みは、今日もなお続いている。 しかし、現在もほとんどの小指導はそれらの基礎が認められるのみである。1990年代初頭、政府は寺院の近くにできた市場を移転させ、遺跡公園として、周囲の村落や水田を再開発した。公園は、南の幹線道路から、プランバナン寺院複合体の全体、ルンブン寺院やブブラ寺院の遺跡。 さらに北側の世人を取り囲む広い地域に及んでいる。そして1991年、プランバナン人員軍として国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。1992年にインドネシア政府はボロブドゥールプランバナンラトゥボコ遺跡観光公園有限会社という国有有限責任企業を設立した。この事業体は インドネシアにおいて人気の高い観光名所であるボロブドゥール、プランバナン、ラトゥボコとその周辺地域の公園を管理する機関である。2006年5月の地震による修復作業2006年5月27日に起きたジャワ島中部地震においては、プランバナンも甚大な被害を受けた。人員複合体は構造的に大きく損なわれることはなかったが、 指導の小頭部の落下及び質味の亀裂や歪みなどの損傷が多く認められ、彫刻を含む大きな破片が地面に散乱していた。数週間後のうちに訪問者の園内への入場は再開されたが、寺院の指導などは損傷部位の安全性が確保されるまで閉鎖された。地震発生よりおよそ2ヶ月後には、インドネシア政府の要請により、 日本からの調査団が派遣された。日本の第二次調査団が派遣された2007年より修復作業が開始され、同年3月には、プランバナン遺跡の修復専門機関である、ジョクジャカルタ特別修考古学教区に対し、日本からも修復機材を購入するための補助資金が供与された。2009年1月には、南利指導の修復が完了した。その後、 2012年に、中部ジャワ古代遺物保存局は、プランバナンを呼び、周辺地域を保護区とするように提案した。挙げられた地域は、プランバナン、ラトゥボコ、カラサン、サリ、プラオサンなど、地域の主要な寺院がある、スレマン県特有、ラテン県にまたがる30平方キロメートルの、ケウ平原に位置する。この保護区においては、多くの新たな建造物、 特に複数階建ての建築物をなくすよう求められた。2014年2月14日、ボロブドゥール、プランバナン、ラトゥボコなど、ジョグジャカルタ及び中部ジャワの主な観光名所は、前夜に噴火したジョグジャカルタの東方、約 200km に位置する東ジャワのケルト山の火山灰により、深刻な影響を受けて閉鎖された。その後、ボロブドゥールは2月26日より、 プランバナン、ラトゥボコなどの訪問も28日には再開された。その4年前の2010年、ボロブドゥールに影響を与えた、村ピサンの噴火における、火山灰においては、風や後輩の方向が西向きであったため、プランバナンは、影響を免れていた。祭事、式典プランバナン寺院を背景とした、野外劇場のラーマヤナ、舞踏公演プランバナン野外舞台のラーマヤナ、 舞踏所演プランバナンはインドネシアにおいて最も訪問される観光名所の一つである。オッパック川を渡った寺院西側の屋外を呼び、屋内の舞台は伝統的な女子史、ラーマーヤナの舞踏を上演するために建設された。ラーマーヤナ野外劇場は寒気に使用され、雨季にはトリムルティ屋内劇場において上演される。このラーマーヤナのジャワ舞踊、 ワイアン・オランは、何、世紀にもわたる、ジャワ宮廷の舞踏であり、プラン・バナンでは、1960年代より、満月の夜ごとに上演されてきた。以来、プラン・バナンは、インドネシアにおける主要な考古学的、文化的観光名所となっている。1990年代に、主要な指導が復元されると、プラン・バナンは、ジャワのヒンドゥー教の礼拝や、 儀式の主要な宗教的中心地として、再興していった。バリ島及び、ジョグジャカルタや中部ジャワにおける、ジャワ島のヒンドゥー教協同体は、ガルンガン、タウールクさんが、ニュピなど、毎年取り行う祝祭をプランバナンにおいて、復活させた。2019年11月9日から12日にかけて、本寺院の園内で盛大なアビシェイカという、 宗教的儀式が催された。このヒンドゥー教の儀式は、プランバナン寺院が創建された、シワグル派碑文の856年から1163年の時を経て、初めて開催された。アビシェイカの式典は、寺院を払い、清め、浄化することを意図したものであり、このように、プランバナン寺院は、単に考古学や観光の場所ではなく、 ヒンドゥー教の宗教活動の拠点としての当初の機能の回復を示している。このアビシェイカの式典により、インドネシアのヒンドゥー教においては、寺院内を再び性別し、プランバナン寺院の霊力復興の節目を迎えたと捉えられている。プランバナン寺院複合体の中縁ナイエムズ配置は、ヒンドゥー教のマンダラに通じるプランバナン寺院の北側から見た。 ナイエン右、トリムルティ指導左、バーハナ指導中央、アピット指導かつて、プランバナンジ院ンには240機の指導が立ち並んでいた。プランバナンジ院ン複合体は、ロロジョン・グランの有名な伝説にちなんで名付けられたロロ、ジョン・グラン複合体としても知られる。このシハ派人群には、大小240機の指導があった。現在、 内縁にある八基の主要な指導及び八基の小指導はすべて修復されているが、かつてあった224基のプルワラ小指導は、そのうち3基が修復されているのみであり、大部分は崩壊して散在した石材だけが残る。プランバナン寺院複合体は30の寺縁により構成され、最初に外縁、次に数百基の小指導のある中縁、そして最後に、 主要な指導発揮及び、小指導発揮などがある最も神聖な内縁がある。プランバナンのヒンドゥー寺院複合体は、この全部で30の寺縁を含めて、正方形の配置に基づき、それぞれの寺縁は4つの東門により通じる四方の周壁に囲まれている。外縁は、長大な周壁に囲まれた大空間である。 もともと一辺およそ390メートルあった最も、外側の周壁は北東方向にずれ、約十数度傾いて配置されていた。しかし、南の門を除いて、この過去位置にあったほとんどは今日に残っていない。その外縁のかつての機能は不明であるが、そこは聖地であり、相因があったとも考えられる。しかし、人複合体の二次的構造物は、 有機素材で作られていたため、その遺構は残存しない。芝指導プランバナン寺院の芝に捧げられた中央の主指導一辺110メートルである内縁と中央指導群は三つの寺縁の中で最も神聖であり、そこは四方の起点それぞれに石門を持つ正方形の石壁に囲まれた方形の基壇となる。この最も神聖な寺縁は、 八基の主要指導などにより構成されている。トリムルティと称される三基の主要指導は、創造神ブラフマー、イジッシン、ビッシュヌ、破壊神、シバの三大神に捧げられている。シバ指導は、全高47メートル、幅34メートル四方で、プランバナンのロロジョングラン寺院複合体の中で、最大であり、最も高い建造物である。 正面の階段は東側に位置し、この指導の基段にある幅2メートルの回廊の、欄間並びに5段の格闘それぞれの頂部には、統計飾りが施されている。また、芝指導の回廊は、欄間内壁に刻まれた、ラーマーやの物語を伝える浅浮き彫りの装飾によって囲まれている。その物語を順序通りにたどるには、東側より入り、右に,ように広行きしていく。 この、ラーマーヤナの浮き彫りは、ブラフマー指導の回廊の欄干に続いている。主室に安置されるシバマハーデーバゾウキタの側室の、ドゥルガマヒサスラマルダニゾウシュバ指導は中央に位置し、指導内には、四方の側室四室と、中央部にある主室一室からなる五つの部屋がある。 東正面の側室からは、高さ3メートルの最高神、芝マハーデーバ像を安置するプランバナン最大の指導中央の主室に通じている。この像には、冠にあるサレコーベと三日月、額の第三の木など、芝の属性ないしシンボルがあり、また、四本の腕には、芝を象徴する術、ホッスなどを持ち、三左ありを脇に立てかける。 この芝のマハーデーバとして描写された像は、オオピカタンの肖像とも、オーバリトゥンを芝の生まれ変わりとして神格化したものであったともされる。芝マハーデーバ像は、台座の北側に、蛇、ナーガの彫刻が施された世にの台座にあるハスの上に立っている。その他三封の側室には、それぞれ、芝と関係の深いヒンドゥー教の神像があり、南の側室に、聖戦、 アガスティア、西の側室にガネーシャ、北の側室には、女神ドゥルガー像が安置されている。ドゥルガ・マヒサスラ・マルダニー像は、魔法・マヒシャが取り付いた牛を任して、世上に立つドゥルガーが描写される。このドゥルガー像は、王女ロロジャングランのジャワ伝説に由来する、ロロジャングラン像とも呼ばれる。 ブラフマー指導とビシュヌ指導南側のブラフマー指導北側のビシュヌ指導他の2機の主要な指導は芝指導の南側にあるブラフマー指導と北側にあるビシュヌ指導であるどちらの指導も芝指導と同じく東向きでありそれぞれの尊い神に捧げられた大きな部屋が唯一指導内にありブラフマー指導にはブラフマー像が安置されビシュヌ指導内には ビシュヌ像が安置される。ブラフマー指導及びビシュヌ指導はそれぞれ高さ33メートル、幅20メートル四方である。バーハナ指導3基の主要指導の前にある他の3基の指導は、それぞれの神のバーハナである、芝のお牛、ナンディ、ブラフマーの白い清鳥半差、ビシュヌの神鳥がルーダに捧げられている。芝指導の正面にあるナンディ指導には、 ナンディの像が安置されている。ついで他の長像として、月神、チャンドラの像、太陽神、スーリアの像もある。チャンドラ像は十頭の馬に惹かれた馬車の上に立ち、スーリア像もまた七頭の馬に惹かれた馬車の上に立っている。ビシュヌ指導の前には、ガルーダに捧げられた指導がある。このガルーダ指導に、ガルーダ像がないことからチャンディエートも称されるが、おそらくは、 ガルーダの像が安置されていたものと考えられる。ガルーダはインドネシアを守護する神取りとして、重要な役割を担い、インドネシアの国章に描かれるほか、ガルーダインドネシア航空の名称にも用いられている。ブラフマー指導の向かいには、ハンサの指導がある。ガルーダ指導と同様、この指導内にも像がないためチャンディビートも称されるが、 かつてはここにも尊いガチョウの像があったと考えられる。アピット指導、アピット指導主要指導とそれらのバーハナの指導が、並んだ列の間に、2機のアピット指導が、北側と南側にある。アピットは、ジャアワゴで、ハサムの意で、それは内縁を囲む南北の側面の位置に2機の指導があることによる。アピット指導の内陣には今日何も認められず、 これらのアピット指導がいずれの神に捧げられたものかなどは明らかではない。しかし、外壁南側のアピット指導の浮き彫りの調査によれば、女神、おそらくは、ブラフマーの配偶神サラスバティが描かれている。プランバナン寺院におけるヒンドゥー教の初心、建造物として、これを捉えた場合、南側のアピット指導はサラスバティに捧げられ、 北側のアピット指導はラクシュミーに捧げられたという可能性も考えられる。クリル指導とパトック指導内縁にはこれら8機の主な指導の他により小型の指導が8機ある。四方位にある内縁入り口には4機のクリル指導があり、クリルはジャアワゴで仕切りの位で当門の四方の入り口からの侵入を阻む構造物に該当する。また、 内縁の四隅には四基のパトック指導がある。パトックは、ジャワゴで、杭の位であり、内縁の四隅にあたる指導の位置による。プルワラ指導を修復された、プルワラ指導内縁の周壁とその周囲の中縁の周壁はいずれも、東西南北の四方位を向いている。中縁の周壁は一辺二十二メートルであり、十四基、十二基、六十基、 68機の4列から、なる、プルワラ小指導があった。中円が、壇上の内縁を囲んでいる。プルワラ小指導は、それぞれ高さ14メートル、基部の幅は6メートル四方で、合計224機の構造物があった。4列それぞれの角にある16機の小指導は、外側双方に向いているが、残る208機は、外側正面の一方向に向いている。 終焉は4列に配置された224基のプルワラ、小指導により構成されるが、これら数多くの指導は、その一部が修復されたのみであり、ほとんどは未だに崩壊したままである。これらの同心上に配置された指導列群は、それぞれ同様の衣装で構築されており、各列は中央に向かってわずかに高くなっている。これらのプルワラ指導と呼ばれる小指導は、 守護内し保管指導であり、主要な指導に付加された構造物である。これらは王族や孫落の有力者らが封建したものであり、起伏の印として王に捧げられたと考えられる。また一部では、プルワラ指導は中央指導軍の周りに4列に配置されていることから、4階層のカーストと関係があるとして、中央指導軍に、 最も近い列には僧侶の身が接することができ、他の3列はそれぞれ王族、武人及び庶民などのためにあったとも言われるが、一方では、プルワラ指導の4列はこれら4階層のカーストとは全く関係なく、そこは単に僧侶の瞑想の場所あるいは信者の礼拝の場所として構築されたものとも考えられている。プランバナン寺院の建築模型。 芝指導の断面図プランバナン寺院の建築様式はバース・トゥ・シャーストラに基づいた典型的なヒンドゥ建築の伝統に従っている。寺院設計はマンダラにおける寺院の平面配置と同じくヒンドゥ教寺院に典型的な高くそびえ立つ戦闘を包含している。プランバナン寺院はもともとシワグル派と称され芝神に捧げられていた。寺院は ヒンドゥー教の神々の住む芝の家であり聖なる山で、ある、メール山を模して設計されている。人員複合体のすべては、ヒンドゥー教の宇宙論及び、ロカの境層によりヒンドゥー教の世界を形成している。ボロブドゥール寺院と同様に、プランバナン寺院もまた不浄な領域から最も、神聖な領域に至る地域の階層が認められる。ヒンドゥー教と仏教の概念には、 それぞれ独自の用語があるが、その概念は本質的に同じである。複合的な寺園の構成及び指導の構造は次の3つの領域より構成される。19世紀末、芝指導の中央下部より四角い石棺を収めた縦穴が発見された。主指導の中心軸の床下5.75メートルより発見されたこの石棺の下には、 炭や焼けた動物の骨などが混じった土が堆積していた。そこからはバルナとパルバタが記された小さな金板が見つかっている。石棺の大きさは4 1トル四方、水体系の蓋を含めた高さは5 5トルであり、方形の各面には文字が刻まれていた。石棺には銅板のうちに木炭、灰柄を含んだ土が堆積し、 そこから効果20枚、宝玉9個、ガラス玉、貝殻、金箔片12枚が見つかっている。ラーマーやなの浮き彫り、ラーバナに誘拐されるシーターを、ハゲタカのジャパーユが救おうとする場面、プランバナンがモチーフ。神波の両側にあるカルパタルの木と一体の、金なら星人、ロロ・ジョングラン伝説にまつわる、戦仏寺として知られるロ・ロ・ジョングランの有名な伝説は、 ラトゥボコの王宮の遺跡、シ子シウの北の側室にある、ドゥルガー像の由来、および、近隣のセウジイン複合体の由緒に結びつけられる。この伝説には、多くの遺説があるが、一般に知られるものは、オープラブボコの娘である王女、ロロ・ジョン・グラインを見染めたバンドゥン・ボンドーソについての、物語である。バンドゥン・ボンドーソは、王女に結婚を申し入れるが、王女は、 王母校を殺害して王国を支配するバンドゥン・ボンドウソとの結婚を拒んだ。しかし、バンドゥンは婚姻を堅くなナに迫り、結婚に応じることを余儀なくされたロロ・ジョン・グランは、ある不可能な条件をバンドゥンに持ちかけた。それはたった一晩で千の寺院を作らねばならないというものだった。バンドゥンは思案すると、多くの地の精霊を呼び起こし、 これらの精霊の助けを得て999の寺院の混流を成し遂げた。バンドゥンが条件を完遂しようとした時、王女は王宮の事情を起こして村の女に米を打ち始めるように命令し、寺院の東に火をつけてバンドゥンや精霊に火が昇ろうとしているように思わせようと図った。それを夜明けの光や音として騙された温鳥が鳴き始めると、 精霊は地に逃げ去った。バンドゥンはそのクワテに激怒し、仕返しにロロをジョングラインに呪いをかけて、石に変えてしまった。王女は最後の千番目の像として最も美しい石像となった。伝承によると、精霊によって作られ未完成となった千番目の寺院は、近隣にあるセウジーンであるとされる。王女は、 プランバナン寺院の芝市堂の北の側室にある、ドゥルガーの像とされ、その像は、ロロ・ジョングラン、または、送信の諸女として知られている。ケウ平原の、主な寺院、遺跡ヒンドゥー教、寺院1、プランバナン寺院複合体12、バロン寺院13、イジョ寺院14、クドゥラン寺院15、モランガン寺院16、サンビサリ寺院17、ゲバン寺院18、 キンプラン人仏教寺院2、ルンブン寺院3、ブブラ寺院4、セウ寺院群。5、北プラオ山寺院6、南プラオ山寺院7、カラサン寺院8、サリー寺院9、サジワン寺院10、ラトゥボコ遺跡11、バニュニボ寺院9平原は、北部のムラピカ山の南斜面と南部のグヌンセウの山岳地帯との間に広がり、現在のジョグジャカルタ特別州と、 中部ジャワのクラテン県の境界付近にまたがる。この一帯は、考古学的に豊かな地域であり、コマタラム王国につながるヒンドゥー教、仏教様式の寺院群が点在する。プランバナン寺院複合体のほか、ケウ平原のプランバナン周辺の渓谷や丘には、インドネシア最古のいくつかの仏教寺院などがある。点在する、寺院遺跡はおよそ30を数えるとされる。 プランバナン寺院と共に、あまり離れていない北側には、ルンブン人、ブブラ人、セウ寺院が、プランバナン寺院遺跡公園にあり、ガナ寺院を含めて、これらの寺院群が、1991年、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、登録された。さらに東には、プラオサン寺院がある。西側にはカラサン寺院やサリ寺院があり、さらに西には、 サンビサリ寺院がある。また、南側には、高台のラトゥボコ遺跡群などがある。互いにわずか数百メートル離れた場所に点在する、考古学的遺跡が見られることは、この地域が重要な宗教的、政治的かつ、との中心地であったことを示唆している。西ウ寺院の主指導サジワン寺院の主指導ラトゥボコ遺跡の楼門から三人、サリ寺院この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。